ペストこんにちは、メルです。今回は東堂葵を使いますが、まあリーダーとして使うんじゃなくて、このスキルをね、活かしていこうかなと思います。ということで、76御影やっていきましょう。これ使いたかったんで、これで神秘の次元クリアしたいなというところで、使っていこうかなと思います。で、今回は本当はゲームエンペラーを入れた方が、まあ目覚め等を含めていいんだけど、サトルくんを今回採用したかったんで。はい、ソフィーには雨粒武器つけて、東堂にはラジオ武器つけて、サトルにはペガサスつけて、ベリアルにはアマージュつけて、御影には厄除けの面つけて、御影にはファガンつけてます。ということでいきましょう。坂向けがめっちゃ痛いんですよね。坂向けさ、絶対向いてしまわん、あんなん。だってそんな都合よくさ、爪切りなんて持ってないもんね。めっちゃ痛いんですよね。はい、ということでヘイストしたら2ターンでヘイストでこれで変身可能の離脱支援して、でとりあえずちょっとここでねソフィーのスキルをなるべく貯めたいので一旦待ちます。でベリアルの上のダメージ無効を使います。でまた待ちます。で耐えて、で耐えて、で次またさらに一旦待ちます。待つって言ってるんだけどねー、待つって言ってるんですけど、だって次親指姫出たじゃん、ほら親指姫出てソフィーがあと1。これねいや操作時間あるよ、あるけど極み3セット、極み3セットあって、盤面に3、消えちゃダメ、もうルーレットで呼び出してる余裕なんてないんだから、お兄さんないんだから、そんな余裕、闇作ってね、2個なんかうまいこと作ってください、消さないで。じゃあこれ持ってスタートピッピッピーとピッピッピーのペって感じで、はい、5秒あるので激減されてもなんとかはなるんですけど、本当はあそこでもう一旦耐えて、ここでソフィーが打てないとしんどいっていう。はい、ソフィー打ちます。でルーレットもらえてるのはめっちゃ幸運なんですよ。これで御影使ってるようなもんなので、次がね、なんと全ロックがワンチャン来るんですね。このダンジョンの一番の天敵は全ロック、もう本当にそれに尽きる。マジで全ロックほど害悪なギミックがないこのダンジョンで。消えていったわ。123123、あーギリギリないよねー。やめて、水熱出ないで。オッケー、セーフ。とりあえずはここは普通に突破します。まず削って、オッケー、でもう一回削っていきましょう。これ光を闇にしたら激アツ、下手くそ。じゃあこれでサトルくんが、はい、42を下して突破で素晴らしい。で4階層をここでベリアル打ちます。でまあ相手光なんで、副属性最後後半は楽に削っていけそう。一旦これで闇が落ちたな。これ4セットで多分ミリ残るかな。うん、こんな感じ。わあ、もったいない、お化け出るよそれは。それはお化け出るわ。これルーレットは生かして次のターンまで行きます。で無効貫通チャレンジする。でもね、無効貫通チャレンジちょっと正直しんどいな。これあと一周回るかな。これでいっか。無効貫通チャレンジ、よいしょ、オッケー、成功。無効貫通チャレンジはね、無効貫通組みながら10コンボできたら成功なんで。はい、じゃあ5階層を、でここでね、ちょっとさすがにルーレットね生かさないとしんどいので、闇を3セット用意しましょう。しょ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 、でこう L 字も入れちゃって、回復も入れちゃって、あー待って、 L 字がでかい、なんか右の L 字でかい。振ってこい、 L 字振ってくる、振ってこい、
あ、十字やそれは。で、なんでミリ残して50パーいってないんだ、そんで。闇3セット決まってないっていうね。オッケーかな。よし、これでまず半分削って、まあ、こっからもう見かけ打っちゃっていいので、打とうかな。どうしようかな、打つ。でも打たなくてもね、このルーレットで生かしていけるんだよね、全然。よし、まあこれで突破できたでしょう。五条さん42億、オッケー。さあ、ほんでこいつは一応全力パンチ、初手全力、次で五条さんじゃないわ、見かけ打とうかな。闇4セット5セット OK。 これで半分以上削りたいわけよ、一発目で。まずそもそも OK、 クライムもそんなにないし、これでまずね、おー、ギリギリいかない。まあ、とりあえずこれで闇3セットで、じゃあうん、これでね、半分超えていい感じに残して OK で、ゴーンなので、ここで見影打ちます。で、無効貫通チャレンジ入ります。こっから無効貫通チャレンジ、こう OK、 これでもう成功してるもんね。 OK でしょう。オッケー、これで無効貫通チャレンジは成功してるはずです。よし、あーすごい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 、次の盤面がひどくなるだけ。はい、19億見かけも出して突破。これをボス戦でも毎回やっていきたい。さあ、長いルーレットですね。ルーレットはとりあえず、あと2ターンは待たないといけないので、よし、とりあえずこれで一旦どれぐらい、多分半分いかないと思うよね、全然。もう一回落ち込んなしだし、それを生かして、これで3セットになってるよね。あ、4セットになってる。 OK、 ナイス調整。はい、じゃあここで見影打ちます。ルーレット返しながら、ここは無効とか貼ってないので、とりあえずもう全力パンチですね。 OK でしょう。あ、でも次あれだったな、次カンナが出た時が、あ、3セットある、よかった。カンナが出たら全ロックなんですよね、あのバカがほんま。エスカムリで、なんとそう、アウストラリスの攻撃、これ耐えれます、あの3ターン目のやつ。言ってなかった。紫。前回、結構ね、ギリギリな感じにはなるんですが、ちゃんとね、耐えれるんですよ、なんと。まあ、こんなもんで、いきましょうか。回復力も足りてそうで、ワンパンでいけると思います。よいしょ !OK! で、あと1か。出ましたね。じゃあとりあえず、ただあれなんで、ダメージ吸収効いてるので、普通に殴ってはいきます。まあこんなもんなんで、でな、 OK、 これで耐えれますから、耐えれますからね。あんまり落ち込んくるとね、相手回復しちゃうんで、耐えれるんです。そういうことなんですよ、皆さん、そういうことなんですよ。すごいでしょう、これが見かけの耐久力です。よし、で、あと2パンで仕留めれればいいかなっていう感じ。一旦、いや、2パンでいいんだよ。ちょっと待ってね、ちょっと待ってよ、2パンでいいんだよ。大丈夫、オッケー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 。怖いよね、落ち込んって。もうこの世で一番怖いですよ、落ち込んが。お化けより怖いもんだって。よーし、ということでアウストラリスも突破しまして、ベリアルの上が溜まってしまった。待って、それはまずいかも。ちょっと待って、ベリアルの上がここで溜まるのはまずかった。ベリアル
で、見かけを打ってもいいレベルよ、マジで。まずいな非常にまずいです。無効貫通チャレンジしたいところではあるけど、そんなことをしとる余裕も正直ない。いや、もうね、絶対間に合わないし、そもそも。そもそもが間に合わん。いや、これ3ターンで削り切るは無理だと思いますけど。五条さんもたまんねえしな。いや、無理じゃない！いや、不可能なんて文字はない！いけるぞ！いける！こう、こう、こうして、こうして、こうして、ここでぐる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 っと引っ張ってきて、ここでこうする、ここでこうする、こうする。で、まあ、回復になったらでいこうか。いけるでしょ！いや、さっきのパンチでこの削りなんだったら、いけると思う。前職決まってるし、東堂もいい火力出して、大丈夫、大丈夫、大丈夫。僕最強だから。あっこが回復で、こんなもんでいいかな。まあ、見影がいるんで、ルーレットはどうにでもなるんですけど。よし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 、なんとかなった。次はまあ、リラチェンのマッハの方がいいんじゃないですか。ありがとうございます。あと1ターンで返せるわ。ちょっとルーレットの位置が多すぎて厄介です。さあ、これで火からの回復、闇も落ちて、さあ全力パーンチ、勝った。こんな感じでいいかな。どっかが闇になったタイミングで、これで次で返そうかな。もうどうしようかな。無効貫通がしづらいんで、とにもかくにも。OK かな。これで半分は超えるが、次、じゃあいけますかっていう話なんですよ。もう一回殴った方がいいね、これ。もう一回殴った方がいい。ちょっと控えてる。ちょっと気持ち控えたつもりではいる。どう？大丈夫だと思う。オッケーオッケーオッケー。で、ここで、無効貫通チャレンジ入ります。無効貫通チャレンジ入ります。無効貫通組んだ、組んだ、組んだ、組んだ。ルーレット2箇所欲しいわ、これ。オッケーだと思います。よーし。とりあえず、ボス戦まで来ましたね。突破いけると思いますよ、五条さんが。うん、ダメでした。なぜ？はい、ボスまで来たよー。ということで、神結びに出会いました。やっていきましょうか。ちょっともうしょうがない。これで一旦生えてるね。オッケーオッケーオッケー。ちょ、クレーン目覚めやばいな。厄介すぎるやろ。で、回復がないと、さらに操作時間伸ばすのもまあワンチャンあり。もうこれちょっと伸ばすわ。40秒になるんで、ちょっと下なんかずれてるけど、もうしょうがない。一旦ちょっとまず死なないこと優先。死なないこと優先。やばい、まあ、全然入らん。ちょ、ラジオは打とっ、ここはね、ラジオ打っていいと思う、さすがに。手叩いてで、攻撃してこないから次のターン蓋はできてると思うからこれで一旦、うん、でね、ここの3ターンで俺は蹴りをつけなきゃいけなくて、ここで見影打ちます。で、攻撃自体は来ないので、それを生かしてね、ここでね、しっかり無効貫通組みたいわけですよ。さあ、これで OKOKOK、 盤面良さそう。おー、いいねいいね、いい火力入ってる。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、闇複数セット決めてなくても五条さんが絶対いい火力出してくれるんで OK。 まあ、次でワンチャンいけそうな感もあるけどね。3、4、5、6、7、8、9、10で、うん、これどうかな。倒しちゃったかな。あ、倒しちゃったね。いや、一番なんなら木がしんどいんじゃない？
や、キーさー、キーさー、覚醒はこうとかあるじゃん。遅延されたら終わりなんで、実際。3、4、5、めっちゃ繋がってるやん。はい、はい、はい。ちょ、暗闇目覚めが厄介すぎるって。うん、まあいい感じ書いてるよ、これは。これさ、盤面全ロックとかなかったっけ、そういえば。もうその瞬間ダメージ無効貼るか。いや、これきついぞー、次も。で、ロックか、さらに。じゃあもうここでこれ打つわ。その辺が。待って、L 字できてねえし。やってんな、お前。L 字、L 字やってねえじゃん、お前。L 字やれよ。これは回復力減はいいや。いろいろ忙しいな、いろいろ忙しいな。こうかな、こうかな。あ、L 字結局崩してるし。もう本当にバカだ。これで半分いくもんね、だって。半分いって。で、攻撃力ダウン食らうんで、ここでソフィー打ちます。OK かな？こんなもんか。こんなもんか。発狂食らって死にそうなんだけど。発狂食らって死にそうなんだけど大丈夫かしら。闇なさすぎじゃない次。闇2個しかないんだけど、盤面に。どうなってるかな、これ。じゃあ、こっからちょっと組んでいくか。はい。決まったでしょ。勝ったでしょ。オッケー、闇乗った。これで、とどめ。よーし、ちょっと危ないぞ、なんか。なんか危ないな。やっぱ俺、この系統のパズルが苦手なんだろうな。はい、ということで。まあ無事なんとか勝てましたんで、まあ強いんだけどっていうところ、本当にガチで勝ちたいダンジョンじゃないと、ちょっとやっぱ見かけは難しいなって思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。